はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、四天王のフレームタイラントに会いに、ジェルトンを目指してメルビルに来たところ、メルビルが海賊に襲撃されてしまったというところですね。海賊がうろついてるけど、あそこにあれブッチャーかな、多分。ちょっとこっち戦おう。まずは建物はね、大体封鎖されてるんだよね。だからこのイベントを終わらせないとちょっと出れないかな。少なくとも港が占拠されてるんで、ジェルトンには行けないっぽい。 OK、 スタンした最高ラストで、まあ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 、所詮は海賊だよね。金持ってんな、海賊だからか。まあ言うてもでも20円だけどね。ちょっと邪魔だから倒しておくか。一般海賊兵、これは細剣持ってんのかな。なかなか素早いね、海賊だけあって。やばい、ショックけ。あ、スタンしなかった、危ね。もうスタンだけが怖い。おお、20円前後持ってんじゃん、安定して。よし、では行きましょう。あれ、なんか神殿のイベントになったな。これは海賊に襲撃させている間に踊りとして何かを企んでいるっていう感じかな。モンスターが出てきた。逃げる姿が遅い。着込んでるからあんまり速く走れないのかな。メルビルは下水道があるからね、そこからモンスターが湧き出ているのか、ちょっとよくわかんないけど、よくわかんねえけど、ちょっと待って、意味がわからん。どうなった？これでモンスターがまたワンサカいるってなったらちょっとめんどくさいぞ。それなりに食らうな。でも衝突系2回だからね。それ考えると1回につき200くらい食らってる。200まではいかないけど200近く出た。無足使ってくるのか、こいつらも敵も。え、じゃあこっちのさ、あれは意味ないのか。あ、でも船、あ、いるじゃん。逃げたな。ちょ、俺も逃げよう。早い、海賊早い。ちょっと待って、チェーンにはなんなかった。アルベルとかも速攻でさ、サイコブラスト撃ってもらえればいいんだよ。先手は毎回ジャミルだからね。お、いいねいいね、まあ、このくらいのペースであれば問題はない。こいつらも戦いそうだ。普通に倒そう。衝突剣か高速突きしか使ってこないね、まあ、敵のあれかでも BP の初期値と回復値があるから、海賊の初期値だとそんなに強い技が使えないんだな、覚えてるとしても。クソ、でもキャーカッタ死んだ。連続して食らうとやばい。こいつも倒す。で、1回につきもう大体4、5人出てくるね。数の攻撃っていうか、アルベルト全然食らわないんだけど。あ、後ろに下げてるからか。多分術使うからアルベルトを後ろに下げた気がするんだよね。なんか死んだら嫌だからセーブはしておこう。ここら辺はきっちりやっていかないとね。あれ、逃げてった。ここまで乗り込んでくるとはいい度胸だ。乗り込んでくるってお前らが乗り込んできたんだろ。覚悟しな。
になって後ろに下がってる、まあ、サイコブラストだけでブッチャーで全力で行こうとするとローザリア・サーベルの強心剣6も使うけどね。でホークブレードのリキア、ヒトブレイクでも良かったかもしれないけど、でホークブレードなんか使って脱力砲じゃなくて腕力砲だ、自分の腕力を上げてきた。その前に貴様を殺す、連携巨神ブレード1200、どれだけヒットミットがあるかだ。ギャ使えん、まあ円月弾でいこう。あ、斧を取り出した、片手切り200か、まあまあまあ、でもこれ1回だけだったら攻撃が全然乗り切れんな。強心剣シフマジ強い、600か、いやーなかなかだな。アルゼルとか5回復してくれるかな。ローザリア・サーベルちょっともうやばいよね、残しときたいから。ちょっと炎に切り替えるか、大木弾、安定の大木弾、カットイン、カットインだな。で激ヤ演劇は 2だったらまあまあまあ大丈夫、1人時間差、単体の1回攻撃だったら全然乗り切れるわ。このくらいの火力だったらヒットポイントは高いけどね。リーチダウン、まだ生きてるか。うわハヤブサで行こう、あ衝突の方が良かったかな、衝突2回入るからな。うー痛い、お返し。アルベルトがもう、ま、5回復するから毎回サイコブラスト打てるのは正解。倒した、 LP2 減らして、上がるね、いいねいいね。179円、50ジュエル、それはでかい。逃げてった、そうまだ霧はついてねえぜ。いい、まだいるじゃねえかよ。結局これあれかな、あのモンスターを排除しないといけないっていう、メルビルに行くのか。この海賊はいなくなってたらいいけどね。あ、いなくなってるわ。その代わり施設はまた使えないんだよね。入れないんだよ。ちょっと回復したいといえば回復したいけど、メルビルから外には出れんのか。なんかさ、もうメルビルのイベントいいからさ、一回ゴールドマインへ逃げ帰ろう。妖精の森っていうのが出てきた、なんだろう。なんかいろいろイベント増えてるからね。ゴールドマインもなんか襲われてんだよな、そういえば。とりあえずいらっしゃいませ、お泊まりですか。普通ゴールドマインはそんなに栄えてる街ではないから普通の宿しかもしかない。じゃあ戻ろう、せめて船が復活してればな。もうジェルトンに行けんのに。あ、妖精の森が消えてる。なんかあれかな、タイミングかな。絶対さ、船復活してないよね。やはりこれをクリアしないと始まらないか。うん、港に船置いてなさそうだし。これどっから降りるんだ。海賊はいなくなってて、うち行けんの。あ、ここも町なんだ。なんてどういう状況だこれ。あれ、じゃあここさ、あの義勇軍から地図もらってないからさ、地図がないんだよね。メルビルはでもこういうマップでつながってるから、こっちとかは、あ、いけねえ。さっきのエロールの神殿から行くのかな。エロールの神殿だったっけ、あそこ。住宅街に行くんだ。
辺はなんかもう封鎖されてそうだよね、敵が溢れてるから。お、やられてる。海賊にやられたの。モンスターがエロール神殿から。なぜだ。あれ、ここエロール神殿。エリザベス宮殿。入れんな、普通に。みんな避難してるのか、誰もいない。げ、敵がいる。だって一体だけいるの。いやー、ちょっと待って、これなんかわかんねえから調べよう。ここが下水か。そうだね、下水からね、やっぱ神殿の地下へ行くらしいんで。ただ神殿の地下がわかんねえ。まあ、宝箱回収しつつ行きますか。待って、え、ちょっと待って、もう敵が邪魔で取れねえんだけど。なんだよこいつは。待って、サイコグラスと、まあ、あとは普通に行こう。ここら辺は一般モンスターだからね、歯ぎしりで消毒にならないことだけ祈る。よし、問題はない。こいつは普通の攻撃倒せるんだよ。あ、こいつは強い。強いとはいえ、まあ武器消耗のないやつでいっか。しびれ好きとかさ、実はしびれ好きって別にあれか、麻痺にするわけじゃないから狙い撃ちだな。じゃあちょっとここのイベント終わってジュエル手に入れたら少しみんなのアビリティを整理しておきたいな。アルベルトが2発連続で食らわなきゃ。やばい、ペイ、あ、スタンスタはやっぱり最悪だ。ドンキごときで気絶させられた。こいつだけもう圧倒的に強いんだけど。あ、やべえ、死んだなこれ。あ、生きてる。すげえシーフ強い。やるな。2ターン以上かかるかな、こいつ倒すの。クロスだ。これシーフ食らったら絶対死ぬ。サイコブラスト、オッケー。あいつ強い、普通に。最近よく出てくるけど、これで安心して宝箱を開けられる。よし、おお、地下全部手に入れた。どこだ、わかんねえ。どこが神殿なんだか分かんない。とりあえずこっち行けそうだな。もう一つずつ。これ下に降りるってこと？じゃあこっちに行こう。ダメか。鍵がかかってる。ちょっと待って。もう一、いけねえじゃねえかよ。こっちじゃねえし、こっちか。あ、別に下に降りるわけじゃないや。ダメか、鍵ばっかだな。下ってでもなんかパトリックのあそこっぽくない？ここの下行って右行くところ。あ、敵がいる。親父か。親父も一発で倒せないかな。親父の数を減らすために全員親父に攻撃する必要はないんだけど。デスした、やばくね。あ、親父ってか、むしろこいつもう一回やってきたし、1減るわ。やっぱりミス。こいつが強い。親父より強かった。これサイコブラストなかったらさ、でも終わってたな完全に。普通の攻撃だけじゃ対処できないっしょ。
あと宿屋で寝てないからさ、ちょっと、あ、寝たか、さっきゴールドマインに行って。じゃあそこは大丈夫、いっぱいいる。だからジャンル演武拳覚えてくれればね、ま、違うんだけど、ま、演武拳がタダで使えるかって言ったら分からんけど。ブレードロールとかもタダで使えるようになればな。やっぱり武器ポイント消耗しないで、ゲーこいつまた近く行ったのかよ。雑魚敵では武器ポイント使いたくないからね、まあ、ボス戦だったら武器ポイント消耗してもまあまあまあしょうがないとは思うけど、雑魚戦でそんなに消耗しないことが結構重要だな。そう考えると魔法はコスパがいい。30円持ってる、いっぱいいたからかな。で、あそこは別に封鎖されてるとこだから、こっち行って、さあどうだ。ダメか。ダメだよね、明らかにも死んでんじゃないし。じゃあ上の方へ行くか。次元弾超えた、かっこいい。一応ダメージが入るね。めちゃくちゃ上がってる。からやべえ、なんか変なやつ出てきた。フリュー次元弾3使うか。敵の周囲まれに即死、まれにか。ちょっと待ってね、こいつをどう処理していくか。高速好きでいいや。勝ち上げ200です。300だな、もう5点。まあ、技は覚えてない。いや、あったな。こいつも倒しておくか。ちょっとダメージ食らうの厄介だな。100くらい食らうかな。周りを先に倒しておくか。かっち上げ、死んだ一発でアルベルトが耐えられん。となるとちょっと使うか。回復してきたからな、強心剣で。何がいいんだろう、衝突でいくか。3使っちゃうけど、まあまあまあしょうがない。骨砕き、砕いてやる。スタンしろ、しない。勝ち上げ、おお、いいね。シールドすごい。骨、いいよ。いや、まだ生きてる。強心、強っ。マジ強い。あ、しまった。連戦だ、これ。まとめて片付けてやるぜ。ちょっとまずいぞ、これ。アルベルト死んでるし。かなり危険だな。マミーとかもちょっとデタラメると。で、プレード下しろ、下下、よし頼む。まあ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 、いいね。デタラメを、あ、全然弱かった。結構アルベルト頼みのところがあるからね。はい、出た。ザリム・ハミル・アゲラ・サルーイン、ザリム・ハミル・アゲラ・サルーイン、ザリム・ハミル・こいつずっと唱えてんのか。ザリム・ハミル・まあ一応セリシオ謎の神殿になってるし、なんか名前が。ザリム・ハミル・アゲラ・サル、正面から話しかけたいけど、それはできない。ここで何をしている？後ろにもあった。おう、そやつを殺せ。
サルイン様の復活を阻もうとする輩だ。必ず仕留めよ。モンスターをパワーチェインしてる。最悪な。モンスター倒したことあるか。パワーデビューってどんだけだったっけ。ちょっと一回古典使うのはもったいない気がするんだよな。まあいいや。ドーザリアサーベルを使うまでもないから、シャドウボス230か。まあまあまあ2ターンで蹴りをつけたいけど、いけるかな。いや、やっぱりでも、あ、倒した。全然1ターンで肩がついたわ。ジャンルが少し減ったくらいか。回復役2人欲しいな。そうすると OK。 また今度こっちはあれだな、強襲拳使おう。で、古典もいける。イドブレイク、いや、ミキア、どっちがいいんだろうな。叩き潰す。2段下目強襲だ。強い古典かなり強い。強襲拳がでも異常だよ。アルベルトの回復量はもうマジでサイコブラストずっと打てるから、古典が打てなくなったな。高速好きでフォークブレード、いや、演劇だな。叩き潰されなければ。おお、生きてる。硬い。よし、倒した。最後、最後あの瞬間か。どうなの、エロールの瞬間。エロールの瞬間ではないだろう、もはやお前は。さて、スタン、フェイントしよう。効くかな。演劇だな。その技の威力。今日はパワールフェイント最後の日。そしてお前にとっても最後の日になるのだ。かっこいいこと言っときながら、お前はスタンしている。お前は何一つできず死ぬんだ。麻痺させる。見直しましょう。姑息な手を使っていこう。フィート、無理か。合わせ打ち、ちょっと分かんない。アルベルト生きてる。ヒットポイント自体はさすがにあるな。峰打ちってフェイントは6も使うのか。よく見たら器用さを下げてもしょうがない。やっぱ衝突だな。衝突でスタンさせよう。遅く、いけ、無理か。スタンが無理。ミネ打ち、ダメージ。アビス、やばい。え、ちょっと待って、よくわかんないんだけど、何が起こったかわかんない。ただこのまま合流する。破損します。マジか。もうここまで来たか。ローザリアサーベル強いのはいいけど、かかと気味に行こう。まだいけるよね。まあ演劇だな。ちょっとしゃべることはもう無理か。死んだ。この連携で決める。倒した。 OK。 いや、なかなか苦戦したな。3連戦だったからね。ちょ、待って。いや、見たらね、こっからね、エリザベス神殿に行ってボス大空飛竜を倒すって書いてある。では、エリザベス宮殿のどこへ行けばいいんだ。とりあえず王の前へ行ってみるか。敵増えてね。少しね、あのクラスを見直してきました。まあ、アルベルトは変わんないけど、シフは大木団がちょっと1消耗するようになっちゃったんだよね。あれ、変わってねえな。ローザリアサーベルがあんまり変わってない気がするんだけど、強心剣6使うし。まあいいや。ちょっとシフ失敗したかな。で、ジャミルは特に変えてないんだっけ。バーバロはもう元々変わってないでしょ。で、両手斧 のスキルをつけたんで、大黒弾がだからウォーワークスでいけるようになってんのか。連携してきた。鍵しりつき、やばい。200点しか。あ、レベルと食らうと危険だから。
両手だと盾が発動しないからね。なんだ強いぞこいつ、意外に。なんか色違いになると強さが分からん。あー死ぬ。いや本当に強い。アルベルト一人じゃちょっと導入にならなくなってきたな。そろそろ上位用の武器が必要だ。武器じゃない、術が必要だ。ジュエルがやっぱ足りないんだよね。金はね結構売って工面したんだけど、ジュエルだけはちょっとどうにもなんない。後ろ取られた。これ乱戦か。金もやっぱり重要だけど、ジュエルかなり重要。あ、こんなもんじゃねえ、こなしたわ。よし、こいつらはなんとかなるか。はてなはてなはてなになったまんま。開く？開くね、2回。そう、ここまでは来たか、別に。後ろ、うおぉ。植物が突進してきた。こいつらは全然弱いはず。回るのに。こんなさ、体格強っ！全然。侮ってた。さすが回るのに。あれ、恐竜。あの恐竜は弱かった。こいつなんだ、当然。どうして？あ、違う、今、バーバラに食らったの。強い、普通に。こういうところにはいないと思うんだよね。入れんの？入れないし。エリザベスキューブの地図がないからな。出た。こいつ結構強いんだよね。デスシザー使ってるやつ。痛い。ムササビシュート。ああ、単体化でもデスシザーしかもさ、1回で済まないからね。縦発動するのを考えると片手いいよな。デスシザー倒れたまるか。いや普通に強い。防具揃えた方がいいか。5人分って結構なんだよね。金がやっぱり、金とジュエル、金とジュエルだよマジで。いける？いける。おお、待って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 。私を守るために来てくれたのか。感謝するぞ。お前ら面識あんの？陛下の警護を頼む。我々は宮殿からモンスターを排除する。屈強だな。モンスターとスレーズってかすげえいっぱいいるし。空からか。なんということだ、メルビルの町が。え？なんで？なんで宮殿開いてんの？まあいいだろう。ローザリア・サーベルの実力見せてやろう。強襲撃撃てる。壊すのはさすがに。レイピア変えたいよな。ムササビシュート8。あ、でもあれか。なんかこれ系武器消耗しないね。境界名でもアタックモードだしな。起動用のさ、トリッキー、トリックモードか、いわゆる。まあ、デッキやでいこう。で、攻撃しかないな。暴風。待っていくつくなった？200くらいくなった今。全部で。ハードヒット。
ほら600サイドワインダー、いろいろ覚えたな、強いこいつ。てか、いやーやべえな、あれ2発食らったら死ぬけど、2発食らわないことを祈る。このまま全力でいこう。回復するすべがないかな、食いつく。死んだ。あ、ミスったよ、OK。みんな暗闇になってるから、死んだ暗闇になってないのが救い、強い。いや、押し切るしかない、もう古典使えねえわ。衝突か。やっぱり両手を乗って命中率が低いのかな。死んだ。ここで一人ずつ、いや当たんない、指が当たんない、マジで。これはもう死ぬ頼みだ。ちょっと1000ずつ与えていくしかない、強心が使えなくなった。3プラスだから5かってことは、ちょっと1回断ち切りでしのぐしかない。シーフ、生きてない、死んだ。いや当たりは強い。いやミスミスか、これそろそろやばい、そろそろなんか暴風打ってきそうだな。強すぎる。ムササビシュート使おう。でも食いつかれて終わるよね。いや強え。では2戦目、ちょっとまたアビリティとか変えてきたんで、強心剣5の4でいけるようになったね。で、細剣のアビリティも上げてきたんで、古典がとかもうほとんど何にも使わない。その代わり強い技も覚えてないんだな、多分。で、力矢がやっぱり威力的にはいいかな、コスパ的な話をすると。ウォーアックスがちょっと当たんないんだよな、やっぱり。でも攻撃性能22、26、いやでも火力でいくか。ここは強撃だな。初手暴風が絶対来るな。その後ずっとあれかな。げ、大丈夫か。だ。まず補正が700でしょ。ハードヒットこれ当たんないもん。取った。その後一人ずつ死んでいくからね。シーフが最後残ってないと。げ、700しか当たんない。なんで？1000当たってたと思うんだけど。クラス変えたから攻撃力下がったのかな。2発はもう耐えられんよ。固定強い。一回もうちょっと当たったことあるよな。せーの、取った。回復させる、一人ずつだったらなんとかなるか。光光光、ムーンライトヒール、シーフを生き残らせるか。ローザリアサーブが結構いけるからな。霞にランで行くもん。グランダスパイクまずい。いやー、回復結果死んだ。もう少し早めに回復をかけておくべきだったか。瞬速何か強い。押し切るしかない。強心がもう無理か。3しか回復しないんだよね。切り返していこう。霞にラン回復を許さない。当てる方向でいこう。瞬速11も使うの、そりゃ無理だ。ほぼ回避不能。ちょっと BP 溜めながら攻撃して、うわ死んだ。霞みたい弱え。十字切り強いよ、ね、待って、あ倒した、よっしゃシフ様様だ。やっぱりうちのスーパーエースだな。ザコのエースはアルベルトだけど、ボスキラーはシフだな。サルインの下辺が仕組んだもののようだ。サルインの復活が間近に迫っているのかもしれん。そなたはサルーインと戦うつもりのようだな。ミルザはその命を捧げたが、そなたは生きて戻ってくるのだぞ。その時、今までの全てのロークに報いよう。よっと、1万円も手に入れた。240L、これはでかい。事件を解決してジュエルをゲットしていく
のがいいんだね、やっぱり。ここは皇帝陛下の宮殿だ。寄るな寄るな。もう用なしか俺は。クソが。あ、そういえばメルビルの品揃え全く見てないな。いらっしゃいませ。あ、レイピアの次がレイピア高えな。これ欲しいな。レベル18か。多分いいのか。いい細剣が売ってそう。全然なんか揃ってないんだ。プロテクトリングって11か。あ、違う違う、こっちか。55か。1000円で55で重量ゼロだったら良くないか、これ。コスパがいいな。そう、義勇軍いねえからマップ手に入れてねえんだ。船に乗るかい。これでようやくジェルトンへ行ける。長かった。リガウト・ジェルトン。でジェルトン行ったら多分街が襲われてるはずなんで。ほらね、もうどこもかしくも襲われてんな、これ。モンスターは発生してんのかな。ちょっとわかんない。こっから見る限りモンスターはいないけど、とりあえず目標のジェルトンにたどり着くことができましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。